はい、皆さん、こんにちは。皆さん、お元気ですか？皆さん、ご無沙汰しております。皆さん、いかがですか？毎日、楽しくお過ごしされているということを期待しています。皆さん、今日はインドの一つの州、北インドのパンジャブ州をご紹介したいと思っています。パンジャブ州はインドの北にあります。パンジャブ州はヒマラヤから近いです。で、皆さんがよくご存知のように、パンジャビスーツ、女性が着る3ピースの服装で、一番上にはショールをかけています。そのパンジャビスーツが面で服装であるパンジャブ州のご紹介をこれからします。はい、皆さん、パンジャブ州は歴史がとても深いです。パンジャブ州はイギリスがインドを植民地にしたとき、イギリス人の植民地でありました。で、1849年にイギリスが経営していた会社、イーストインディアカンパニーがパンジャブ州を自分の町にしました。パンジャブ州はデリーから近いです。だいたい 200km 離れているところからパンジャブ州が始まります。で、皆さんが多分知らないと思いますけど、パンジャブ州はインドとパキスタン両方の出身と関係が深いです。一応インドとパキスタンが分かれる前に、パンジャブ州がインドとパキスタン両方にありました。パンジャブ州はデリーの隣にある州、ハリアナ州とつながっています。パンジャブ州とハリアナ州の首都は同じです。チャンディガルというきれいな町がパンジャブ州ともハリアナ州とも両方の首都であります。パンジャブ州とパキスタンのボーダーが、バーガー・アタリ・ボーダーというボーダーがつながっています。で、ここは毎日、夕方は、インドとパキスタンの軍人の方が、短いパレードを毎日やって、両方が自分の力を強く見せます。それとこのパレードを見に、パンジャブ州からアムレッサルがの町がこのボーダーから一番近いので、そこの人たちを含めて、外国から人たちもこのパレードを見に、遠くから来て、そのパレードを見ています。で、この時間で、そのパレードの時、インド人とパキスタン人がもう目前に両方を普段に見えています。はい、とても面白いです。それとイギリス人の植民地になった時、パンジャブ州の5つの町がイギリスの市役所の管理している事務所がある町が5つありました。その町の名前はデリー、ジャランダル、モルタン、ラワルピンディとラホールでした。それとインドとパキスタンがインドが独立した時、1947年にパンジャブ州も2つの州に分かれました。で、その時はインドにあるパンジャブとパキスタンのあるパンジャブ同じ名前で作られたんです。今もインドに流れている川とパンジャブに流れている川、両方があります。インドにあるパンジャブ州とパキスタンにあるパンジャブ州に流れている同じところ川が流れている川の名前、例としては、チェナブとサトルジ川です。
はい、チェナブリバとサトルジリバです。それとパキスタンにあるパンジャーブ州の方はほとんどはイスラム教のパンジャービです。はい。そこはもうパンジャーブ語とウルド語を混ざって話しています。で、インドにあるパンジャーブ州の人は、出身はパンジャービ語がメインの言葉で、シーク教がメインの宗教です。と、多分皆さんがよくご存知だと思いますけど、シーク教の方が、頭の髪の毛とか切れないんです。男性の人も。で、ターバンを巻いている方がシーク教の方です。もちろん、パンジャーブの出身で、シーク教じゃなくて、ヒンズー教とか、シーク教を守っていても、ヒンズー教がメインで、パンジャーブの人も出身もいます。その人たちもパンジャーブ州の出身と言われます。はい、皆さん。これからは皆さんにパンジャーブ州のメインの工業とかプロフェッションについてご紹介したいと思います。皆さんに先ほど教えたように、パンジャーブ州にいくつかの川が流れていて、土地がとても肥沃な土地であって、農業が一番盛んです。農業が一番メインのプロフェッションです。農業の土地が一番多いです。で、インドの政府もわざとパンジャーブ州のほとんどの土地を工業団地じゃなくて農業の場所としてもうそのままいろいろなものをそこに作れる野菜とか麦とか作れるようにわざと工業団地企業をそちらに作っていない場所も多いです。パンジャーブ州の小麦粉がとても良い品質です。とてもそこで作った小麦粉がの粉がとても美味しいチャパティを作れます。はい。パンジャーブ州の人が農業がメインのプロフェッションであるので、パンジャーブ州にトラクターとか作る会社も多いです。と、あと、パンジャーブ州の人たちは農業がメインので、毎年4月13日に農業の祭りとしてお祝いしています。その祭りの名前はベサキです。はい、皆さん、ベサキです。はい、農業以外にもパンジャーブ州には他の工業も盛んです。例えば、ウールとかの工業、ウールで作るセーターとかショールとかの工業もたくさんあります。パンジャーブ州の一つ有名な町、ルディアナ州には、ウールのセーターの工場がたくさんあります。で、その工場で、大きな工場では、毎日3000枚ぐらい、4000枚ぐらいセーターを毎日作っています。このセーターとかショールとかが世界中、特にヨーロッパの国へ輸出されているのが多いです。セーター以外にはパンジャーブ州に他のものも例えば服も例えば T シャツとかスポーツ用の服とか作る工場が多いです。それ以外にスポーツの道具特にクリケット皆さんがよく日本でも人気者である皆さんクリケットのバットも作る専門の工場と有名のクリケット選手がそこのバッチしか使わない場合も多いです。はい、それとここにはサッカーのフットボールとかいろいろなスポーツ用のものも作られています。それとパンジャーブのルディアナという町が工業団地がすごい
सुबाराशी कोग्यो दांची गाते जिदो शानो बुहिन मेका गा ओई देस तोकनी बानकेन बुहिन नो मेका गा ओई देस कोगनो माची करा इरोरो ना ओकी ना नियो नो काईशा एमो बुहिनो ओसामेते इमास। सो तो लुधियाना शू दे सांजु गोनेन का योंजुनेन माए आनो हीरो तो यू काईशा गा सो यू ब्रांडो गा स्कुरारेता आनो कोग्यो गा आरिमास। सोनो हीरो नो मुंजाल तो यू आनो क्यों दाईगा सोनो काईशा ओ स्कुत्तान दे सोको दे सोनो काईशा हीरो तो यू काईशा गा मोपेट तो जितेंशा ओ मेन नी स्कुत्तेरू काईशा देस। माई निची इची सेन दाईगुराई जितेंशा सुमसेन इचिमान दाईगुराई स्कुत्तेरू कोजोगा आरिमस। सोरे तो सोनो हीरो तो यू ब्रांडो नो क्यों दाई नो हितोरी नो कातागा हीरो तो होंडा होंडा नो गोबे नो शिता गोबे नी उसको दे गोबे नो शिता क्यों दाई मो इते सोनो सोरे दे आनो बाई को होंडा नो शीन दे स्कूली हाजी मत्ता नो गा सेंक्यो हाची जो उन्हें दिशता। दे मो हीरो तो होंडा गा बाकारे तेरुं देस के दो हीरो वा माँ दो कुजी दे बाई को स्कूटे इमस। सोरे तो पंजाब शू दे आनो यासाई तो का दे ऑर्गेनिक नो केनक्यू मो स्टेरू प्रोजेक्ट गा सुगोकु आरिमस। आनो सोनो हितोस नो प्रोजेक्ट दे इग्रिस नो आनो काईशा मो शीएन स्टेमस। हाय मिनासान क्यों वा आनो पंजाब शू नो सेट्स में आनो इजो दिस मता आनो पंजाब शू नो हनाशी गा आनो नगाक देखी रुके दो क्यों वा कोको दे आनो उवारिमस। आनो कुरे करा मिनासानी मता आनो जिकाई किकाई गारु तो की पंजाब शू नो हनाशियो शिताई तो उमोइमस। दे आनो कुरे करा चो तो पंजाब शू नो मिनासान पंजाब शू नो शासन दिस। हाय कुरे वर्षिक क्यों नो यू में ना गोल्डन टेम्पल दिस कोको वा आनो हाथा के दिस कोवा इतो नो दाईगा तो दिस दे आनो चो तो बैकग्राउंड नी पंजाब गोनो उताव नगा लेते मत हाय दो जो कीते कुदा साई गिफ्टुरी।